ようございます。今日は朝9時からカヤトーストを食べに来ました。マリーナスクエアです。マンダリンのすぐ近くのところ、マリーナベイサンズからも一駅のところですね。では行ってみましょう。お、涼しい。お、かわいいじゃん。この中のどこなのかはわからないね。あ、これだ。レベル2だね。これ何？これレベル2だ。はい、来ました。ヤクンカヤトースト。すごいいっぱい人いる。並んでんじゃない。ヤクンカヤトースト、朝から結構人がいっぱい。あれ、冷やしてんの。この番号で呼ばれます。私たちは140番。カヤトースト、これが、ピーナッツセット。ピーナッツバター。ピーナッツバターなのか。おー、これが4枚。そう、あとは温泉卵。温泉卵なの。温泉卵で、コーヒーにはレンゲ入ってます。これはカヤジャムとバター。カヤジャムとバター。すごい。すごいね。あとは一緒。いただきます。ソユソースと何か。胡椒っぽい。胡椒。胡椒っぽい。ジャムも入ってるけど、ジャムとピーナッツバター。すごい軽い。うん、4枚だけど余裕だね。これ、これ食べます。これどうやって食べたの。普通にあの温泉卵を食べてる。美味しい。あったかい。あそこに渡ってたもん。あ、そうなんだ。運動さんが落として注文取りながらすごいね。これは温泉卵、普通に醤油と胡椒かけて美味しい。はい、ということでお腹いっぱいになりましたね。3倍お腹いっぱいになった。すごい軽かったのに。ホテルに戻ってチェックアウトの準備をしたいと思います。もうエキスポってなんだろうと思ってたけど、こういうのがすごい充実してんだね。国際フォーラムみたいな感じ、それが、見て見て見て、直結すごい広い。こんなとこがあったら、で、そこにフィットネスセンター。ホテルの人じゃない人も使えるのかな、もしかしたら。うん、電化製品とか家具とかもあるね。あ、ここ家具すごいいっぱいあるじゃん、しかもいい家具。楽しそう。ここはハーベーノーマンっていうショッピングモールなのかな。おそらく明治屋とかいろいろ入ってる。じゃあ出ます。
さっきカヤトーストを食べに来たショッピングモールの裏に、裏というか表というかに同じ建物なのかな、マンダリンが見えてきました。おお、綺麗なね、あそこ階段状になってて、ここにパンパシフィック、こっちがリッツカールトンなんだよね多分。これがさっきのカヤトーストのところに、ここにマンダリンオリエンタルホテル左、うん、こっちにパンパシフィック、ここからも行けんだね。そうなんだ、じゃあ行きましょう。もうだいぶいろんな店がオープンして、うん、10時半とかなのかな、11時半か、うん、10時半とか11時半にオープンするのかな、うん、どこだろう、ここでした。意外と細い、うん、マンダリン、よく正しいルートは分からなかったね、うん、おー来た来た、チェキン、美味しいね。Yes。 おお、すごい。すごいね、素敵。ここにもう。本当でしょ。おお。すごいね。これ外にエレベーター。そうだね。おお。王様とかいたね。おお。すごい。おお、すごい。すごいね。And here we have the there is our swimming pool. At level 5. The view is very pretty. Yeah, that's nice. And on your left hand side is a Singapore Flyer. Mm-hmm. Yes. And on the right hand side.The building is Marina Bay Sands. They have shopping mall. If you have time, you can go walk around. Okay. Yeah. And behind the Marina Bay Sands, there is Gardens by the Bay. If you have time at night or afternoon, then you can go and to walk around. And then at night, they have the lighting show. Yes, you can see the lighting show. Mini bar, water, and the...Tea and coffee is complimentary for you. And if you want to see another mini bar item, it's over here. We have the menu. Okay. It's our control keypad. You can use this to control all the light in the room and also curtain. Okay. You press this one one time down, again stop, okay. And then again up. Okay. And this bag you can take it out. Yes. And if you want to take back home, and this is chargeable if you want. Okay. はい、まずカバンをね持ってきていただいて、で下にスリッパがありますね。バスローブがあってハンガー。ここにはクッションが、予備のクッションがあるので。予備のクッションっていうか、これ多分ターンダウンされてる状態なんじゃない？ここは綺麗なから。
このカバンを外に持って行っていいっていうことでしたね。一応変えるということでした、うん、セキュリティボックス、バッグとかヘアドライヤーですね。はい、おー、シャワー、天井からのシャワー、ハンドシャワー、すごい綺麗ね、綺麗だね、うん、2つあって体重計にも、本当だ、体重計にもマンダリンマーク、トイレットペーパーのにも袋がついてる、ここに、おお、好きな色じゃない、好きだ、スカーフなんか光ってるキラキラ、すごいね、うん、これ結構いろいろキットがある、うん、そしてベッドからの景色、すごいここもいい景色、うん、上からプールが見えて、カバナもあるし、泳いでる人いるね、いる？いるいる、うん、本当だ、おー、コーヒーマシン、水が一応1本入ってて、これなんだろう、これケトルだけどすごい可愛いね、ね、可愛いよね、グラスがあると、すごいカップ、もう素敵なカップ、ここにあれかな、コーヒーの、うん、イリー、イリーだ、お、見て見て、瓶開けにも、本当だ、これマンダリンのマーク入ってる、本当だ、お菓子、うん、あ、もうナッツとかだね、ナッツとかチップスとか、すごい、この電気もいいね、いいね、天井のね、うん、これもいいね、すごい綺麗だしね、いいね、これでお出かけしようか、うん、おーおー、すごい、すごいね、開放感があるね、いいね、開けとこう、ここから見えます、間違いじゃなくてこれ食べていいの、これ食べていいのかな、チョコレート、これは違うんだな、これだな、うん、そうだ、チョコレートとハッピーアニバーサリー、すごい、チョコレートとハッピーアニバーサリーのケーキ、いただきます、チョコレートムース、おー、うん、おいしい、うん、なんだろう、ラズベリー、ラズベリーじゃん、おいしい、高い怖いじゃん、すごくない、レストラン、レストランかな、柄もすごい綺麗だし、合わせた、なるほどね、すごい吹き抜けになってて、かわいいね、ケーキ屋さん、ゴー、じゃあニュートンに来ました、ニュートンフードセンターに行きたいと思います、来た、あ、これ梨レマだ、あ、ココナッツだ、これは違う、ということで、ニュートンフードセンターにはマサラドーサがなかったので、昨日行った、ラウパサの方に行きたいと思います。
マサラドーサを求めて旅。ラオパサの近くの、ラッフルズプレイスの駅まで来ました。おお、なんだろうこれ、すごい魚だね。中国語。好きなタイプのとこだね。この色が。アートだね。変わった建物が多い。うん、いいね。当たった？おお。着いた着いた。見て、あの建物すごくない？端っこの位置が低い。そうだね、触れそう。ここから入ろう。これは書いてる、書いてる。おー、空いてる、空いてる。まあ、あっちの方がローカル感はあるけど、ここの方が綺麗だね。あれ？やってない？あっちとかもやってないのかな。ちょっとぐるっと。ああ。Thank you。やっとご飯に。ありつけました。まあ、なんかカレーセットってことなんだな多分。短い。うん。これが何かっていう。なんか人参ロッティ。人参っぽいよね。これライス。これがダルカレー、ダルカレーとロッティ。ロッティ。おお、難しいね。難しい。難しい。痛い。痛い。おお。美味しい。美味しい。うん。これ確かにちょっと辛い。あ、本当。美味しい。頑張って右手で食べます。マサラドーサ食べられなかったんですけど、あのインド料理ですね、はい、食べました。ベジタリー、なんて言うの？ベジフード。ベジフード。ベジフード食べました。ベジカレー。うん、優しいおばさんに。優しいおばさんにいろいろ教えてもらいながらインド料理を食べました。美味しかった。ちゃんと手でね。うん、右手だけ使って食べました。3時4時になるとかなり人は少なくなってすくんですけど、お店も結構やってないお店が出てくるので、うん、まあどっちがいいかですね。おー、オーチャードに来ました。これ駅直結のショッピングモール。うん、ね、改札出たら、うん、すぐ当たり前か、高級ブランドだから。あ、これだ。すごい。伊勢丹。これがあの有名なイオン。これだね。すごい波打ってる。波打ってるわ。あそこに住んでんじゃないみんな。あ、確かに。こことか。ああいうとこに住んでんだね。ね。日本人がたくさん住んでるという噂のオーチャード。そこにヒルトンがある。アイスクリームだ。あー、おー、来た来た来た。サークルラインでエスプラネードまで戻ってきました。マリーナスクエア、コマンダリンが入ってる、建物のところ。なんでだろう。
歯車って楽しいよね。回る？回りはしない。回ることはできる。すごいね。これ乗りたい。楽しいだろうね。ポロロ。ポロロパーク。はい、では5階のスイミングプールに行きたいと思います。なんかでもここスパあるね。スパ綺麗だ。綺麗。行きたくなかった。おお。ここはプールサイドのバーだ。これドルチェビタって書いてある。めちゃくちゃ見えるね。気に入った。おお。いい感じ。夕食パーティーしてる。すごいね。ツボ注意。ツボ注意だ。おお。すごいいい時間じゃない？ふかふかだね、すごい。ここから見える。ここ見て、扇風機ついてるよ。ほんとだ。どっかでつけれるのかも。おこれ持ってきてくれました。乾杯。え、ここ冷たくないじゃん。綺麗これ。おお、すごい綺麗。寒い。寒いよね。普通に寒い。おお。おお、ピンクだ。綺麗だね。おお。すごい。すごいね。マンダリンオリエンタル。おお、すごいすごい。きれい。マリーナベイサンド。おお、あそこにはシンガポールフライヤーも。ここにはプールも。ね、素敵だよね。ここがチェリーガーデン。確かにザバーアモルマンダリンライオン。ここが朝食会場の演舞。すごい綺麗。来た来た。ここだね。え、外と中どっちがいい？グリビーン。ん？おお。So you have some Italian cuisine. However, we have some treats based on the local culture as well. Mm-hmm. So here we have our master wineries. Maybe we'd like to have some wine for the dinner, and also some beverage list. Maybe you'd like to have some drinks before the meal. Can you let us know?Okay, meantime, can I get you some still or sparkling water first? The smaller, like a house is smaller. Yeah? The water, thanks. Ah.
たっぷりだね、すごい。これがパン、これがピーチピー、これなんかブルラタのなんかなんとかしたって言ってたけど、Where are you from? Japan. おいしい。おいしい。すごいおいしい。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 1個目来ました。つけて食べるのかな。ツナマヨみたいなやつか。これが店員さんのおすすめ。いただきます。おいしい、おいしい。ツナマヨか。確かにツナマヨだわ。すごいね。これイカスミパスタってことだね。イカスミパスタ。これが牛。牛。マッシュポテト。マッシュポテトの牛。イカスミパスタ。美味しい。これはイタリアのどの辺の料理だろう。なんだろうね。美味しい。Thank you。これでシャンパン。美味しい。Thank you very much. Have a nice day. Have a good night. 楽しかったね。楽しかった。え、あ、ここ？すごい。屋外だ。ここ？ここだ。入ってみようか。今の時間はいないね。いないね。これもあるよ、なんかほら、これなんだろう。あ、これ登り降りする、登り降りじゃない、階段これ動くの、これが。そうそう、こう回るんだよ。すごい。フィットネスに行きたいと思います。靴も履き替えて、服も着替えて、さっきいたこのイタリアンレストランの横を通ってフィットネスに向かいます。こう開けるとこんな感じなんですよね。トイレと、あとロッカーですね。あります。シャワーもあります。シャワーがあって、トイレもあるインボディアル。あ、インボディアル、すごい。これで測れるね。測ってみよう、久しぶりに。これ測ってみようかな。インボディで測ってみます。お、すごい。あ、ここにお水とおしぼり、冷えたおしぼりとジュース、ここにもお水があって、タオルがあります。イヤホンが入ってます。そしてこのランニングマシーンとかトレーニングマシーンの一個一個にこう水とタオルがもうすでに置いてあります。すごい充実してますね。ここが朝食会場にもなる演武です。戻るとすごいね、綺麗だね、可愛いよね。ということで今日はこれでぐっすり眠りたいと思います。